こんにちは。セイクレッドグランドの YouTube です。いつもご覧いただきありがとうございます。こんばんは、セイクレッドグランドのシンボです。最近コメント欄から書き込みをたくさんいただけるようになりまして、以前はポツンポツンって感じで、まあ、XJR1300 の動画、再生回数がうちでは初の1万超えしている動画あるんですけど、その動画はなんか内容が良かったようでたくさん書き込みあったんですけれど、やっぱりそれ以降は、まあ、たまに書き込みあるぐらいだったんですが、最近結構書き込みをいただいて、これはどうなんだ、あれはどうなんだっていうことを書いてもらえるので、まあ、もし興味のあることがあればコメント欄から質問してもらって、で面白い内容とかはどんどん答えていきたい、まあ、動画にしてみてもいいし、コメント欄から返事ちょちょっとやる場合もあるんですけれど、ということで、今日はですね、まあ、ちょっと日中は外に出ておりまして、で動画でその方も書き込みいただいたやすさんって方がいらっしゃいまして、その方と1時間ぐらい話す機会があって、セッティングについて結構いろいろ話してまして、で普通の人はやっぱセッティングってよくわからないものっていうふうに捉えているんじゃないかな、捉えているっていうか、まあ、よくわからないものだから触らないとか、そういう人多いのかなって思うわけですね。でそのヤスさんって人は、ヤスさんは感覚、話をしてるとセッティングの手法とかよく分かってないけれど、感覚はまともっていうかですね、自分と似てるっていう意味で、まあ、僕と似てるから僕は自分のことまともだと思ってるから彼のこともまともだって言ってるんですけど、すごいなんか僕の中で王道スタイルのセッティングの話をしてるなと思うわけですね。だけどその自分自身で細かくどういうふうにセッティングを変えていったら良くなるのかっていうことが、まあ、分かってないっていうか道筋がついてないっていうふうに感じたので、そのセッティング、まあ、皆さんもどうすれば自分好みの車両になるのか、自分が抱えている問題点を解消できるのか、そもそも問題点があるのかないのかを明確というか認識したいとか、なんていうんですかね、分からないことを分かるようになりたい、そのためにはどうしたらいいんだろうか、セッティングってどうすればいいのか、その判断基準どこにあるんだろうかっていうのが知りたいかなと思いまして、で私もまあその自己体験というかですね、実体験からその時はこうだった、その時はこうだったって話しか ないんですけど、自分の場合こうだとか、僕はこれが困ってるっていうのが、まあ、ある程度まとまってコメント欄にもしたくさん質問いただければ、それをなんとか一問一答的な感じでパカパカやっていきたいし、返事していきたいし、まあ、あんまりコメントから質問なかったらですね、その一つの質問にじっくり答えるみたいな形で動画を作っても面白いんじゃないかというふうに思いましたので、まあ、質問募集してますよっていうのが今回の趣旨、動画の趣旨だったわけです。ですからあんまり難しいのも僕も分かんないこともありますから、とりあえず質問投げかけていただいて、細部が不明なところはちょっと調べてみて、ちゃんと答えられるようにしてから返事してみたいと思いますので、どしどし書き込み質問いただきたいと思います。ですけど皆さんどうでしょうかね、疑問ってありますかね。僕自身が初めてセッティングを行うようになった時っていうのは、まあ、明確に覚えてるのはゼファー1100をゲールスピードの17インチで、前後で17インチにして、フロントはオーリンズのバネ入れて、リアにはゼファー1100用のオーリンズの、まあ、今の車両全部ゼファー1100の話なんですけど、リアにはゼファー1100の用のオーリンズをそのまま入れたって話なんですけど、でこれやっちゃうとリアタイヤの径がちっちゃくなるし、フロントの径も変わってくるから、もうすごいバランス崩れるんですよね。でちょっと言い方悪いんですけど、よくいらっしゃるのがフロントが18から17に変わったけど、油面とかバネの調整でセッティングしてるから大丈夫ですって方いらっしゃるんですね。でも、まあ、正直言うとそれ全然セッティングの話っていうかですね、土台が違うって感じで、どういうことかっていうと、ホイールの径が変わると
まあ、外形が変わってその動き方が違うからハンドリングがシャープになるとかなんとかっていう、それだけじゃなくてトレールが減ってしまうんで、本来はフォークのステムオフセットを変えていかないといけないんですね。それでトレール量をまあ調整することによって、まあ、ハンドルの打角、あの舵の付き方を適度にしなければいけないっていうことがあるんですけど、でもじゃあ実際ゼファー1100にそのオフセットですね、ノーマルが40で社外品であの35とかっていう17インチによくあるパターン の, あのステムキットって売ってたりするんですけど、35が悪いって意味じゃなくて、35にしたらセッティングがバッチリ出るんですかっていうと、実はそうでもなくて、なんでかっていうと、やっぱり18インチ の, あの穏やかな特性、あのホイールっていうのはですね、あの力を入れてからあの90度向きが変わってからその入力が実際にあの影響を及ぼすわけですね。となると外径の大きいホイールっていう方があの外周が大きいわけですから、そうすると影響が出るまでにも時間がかかるんですね。それやっぱり17インチから18インチ、特にあの Z1 とかみたいな19インチに乗ってみるとすごい顕著で、向き替えしようと思った瞬間にそこからですね17インチのテンポでいくと、まあ、ワンテンポその結構曲がってから曲がり始めるわけです。じゃあ19インチで早く曲がろうと思ったら手前から準備始めればいいんだけど、そうするとあの準備を早く始めるんで減速が早いとか向き替えを早くしていかないといけないから、やっぱ早く走る面に関しては明らかな不利な面があるのは間違いないんですけど、でもその19インチの穏やかな特性っていうのはすごい好ましいから、僕は19インチ結構好きなわけです。でゼファー1100もそうだし CB1000 ビッグワン、この車両の18インチの穏やかな特性っていうのもすごい好ましいと思ってるわけです。でちょっと話取れてるっぽいんですけど、18インチと17インチっていうか、あの外径の大きいタイヤ、まあ、径が大きくなればなるほどあのタイヤの接地面って増えるんですけど、その接地面の増え方が幅で増やすと横方向なわけですけど、あの外径の大きいタイヤつけると前後長でグリップ、まあ、接地面が増えてあのグリップを稼ぎやすくなるっていうことになっていて、でその、まあ、これは体感でもそうだし理屈もそうで、私の好きな和歌山さんっていう方の本にも書いてあったんですけれど、前後が長い方がそのトルク変動に対して、要するに接地面が、まあ、タイヤが滑った時にあのその特性が穏やかになる。だから横幅で稼いだグリップ特性っていうのは、あの限界特性、限界超える時にグググググパーンと滑るような感触なんだけど、18インチみたいな外径大きくなってくるとグーズルっていう感じで、こう限界超えた時の特性が穏やかで、まあ、リカバーしやすいっていう風になるわけです。まあ、そういったことが影響してるかわからないけれど、180も以前の55から60になってきたり、190だってあの50が当たり前だったものが55とか、あの200の55とかっていうものが出始めたっていうのは、そういう面もあるのかなと。まあ、エアボリュームってこともあるんですけど、あの前後長で接地面を稼ぐっていうメリットもあるんではないかというふうに思ったりしています。まあ、余談からあの余談が過ぎたというかですね、だいぶちょっと話取れてきましたけど、そのゼファーに関して言うと、まずステムオフセット変えてあの40から35に戻して、だいぶその一応はトレール量合わせたんだけど、でも18インチから17インチになったせいで機敏というか過敏というかですね、そのハンドリングと変化はすごい顕著なわけですね。じゃあそれをどうやって、18インチが好きだったら18インチのままにすればいいんだけど、17インチのまま穏やかな特性にするのか、もしくは17インチらしい機敏な乗り味をゼファーに求めて落とし込んでいくのかっていう、それがやっぱりセッティングだと思っていて、でその見極めができないと、あのそれこそつけただけでなんかとっちらかったバイクになってしまう。だからあの17インチにして17インチらしい乗り味を求めた作りでバイク持っていくんですか、違うんですかっていうところをよくよく考えないと、セッティングの出口っていう前にスタートラインにも立てないっていうことになるわけです。だから皆さんも自分のバイクでセッティングしたいなって思うのはすごくいいことで、だけどそのゴールの設定が何がいいものかわからないとやっぱりセッティングもできない。僕自身もこの今話したゼファーでいい悪いわからないけど、とにかく乗って変化させることであの何かしらの違いを見つけて
でそのいい悪いを判断していって、でそれをですね、まあ、数年単位続けていくとある程度あの形が見えてくる。でそれでいい悪いの判断が自分でできるようになってきて、でこれがいいなあれがいいなっていうのをあのちゃんと線引きできるようになってくるわけです。で今話したようにセッティングって一瞬で分かるもんじゃないんですよね。あの頭で理解できたとしても、あのものを理解できたとしても、やっぱ体で分かるわけじゃないっていう。でセッティングも結局あの体育会系っていうか、あの体育会系っていうかですね、その座学の面と実技の面の両方必要なんです。で、まあ、どっちから先に始めるか、僕の場合はもう明らかに、あの明らかってわけでもないですかね、あの実際サスペンションセッティング始めるにあたって18歳ぐらいの時にミニバイクで TZM50 でダイヤルいじったらびっくりした。リアのあの YEC のリアショックの減衰調整いじってびっくりした。でその時にもう和歌山さんの本であのサーキットライディングを科学するって本を18歳ぐらいの時から読んでたんですけど、まあ、それからするとだからもう20年以上そのサスペンションセッティングについて考えてるんですけど、まあ、同時進行がやっぱ一番いいのかなと思います。あの座学、あの考える方、知識の面と実際に触る方、これが両方こういかないと最終的にいいものはできない、自分の望んでるものはできないだろうと思っているし、それをですね、例えばうちの従業員小野寺くんとか梅山くんっていう2人いますけど、彼らには僕がまあ指南役っていう風な形で実際にセッティングをこう触って、自分彼らの車両、まあ彼らの自己所有の車両を自分で何も口を出さないでセッティングしてるのを僕は乗って評価して、実際もう触っていじっちゃうわけですね。でこれ散々やって行き詰まったらというか、もうこれぐらいでしょうかっていうところまで来たら、じゃあちょっと乗らしてみてっていう形で変化させる。でそれ乗ってみて、あの彼らが自分の作ったものの方がいいのか、それとも僕があのセッティングしたものの方がいいのかっていうのをあの体感して、で実際聞くとですね、やっぱりあの自分のよりもあの僕がセッティングしたものの方がいいっていう結論になったようなんですけれど、そういう指南役がいるとセッティングの理解度とかあの進歩ってやっぱ早いわけですね。で僕そういうのがいなかったので、セッティングを理解するまでに、まあ、5年では効かなかった、7、8年ぐらいかかってやっと一発っていうぐらいになったかなって感じで、で今から 4、5 年ぐらい前に やっとあの本当の意味であのお金もらえるぐらいの水準に達したんじゃないか。だからそれまではセッティングっていうことでお金をいただいてなくて、オーバーホールして品物を売ってだいたいこれぐらいでどうでしょうかみたいな形でお金をいただいてなかったんですけど、今はセッティングだけでもお金もらうっていうのは、まあ、明らかに見えてるからって感じなんですね。あのいい悪い、あこれいいですね悪いですね、ここに問題点あるからこうしましたっていうのを明確に言えるし、あの好みがあるんであればそれに向かってあのこういう風になのが好みだったらこっちに向けますよっていうことができる。だからセッティングでお金をいただけるようになったっていうわけです。でもそれをできるまでにはあの週末だけバイク乗ってとかじゃなくて、あの月曜日から日曜日までダンパーはバラす、中身を分解する、組み立てるっていうことをもう365日って言ったら大げさですけど360日ぐらいそれを繰り返して、それでセッティング、まあ、車両ごとのセッティングっていうことも、まあ、自分のバイクもそうだし友達のバイクをあの無償でいじくってで触らせてほしいんだとか、いじくらせてほしいんだとかですね。でお客さんの車両でもあのもらったお金以上に突っ込むって言ったらちょっと言い過ぎなんですけれど、例えば30万円の狙いがあったら利益考えずに30万円分部品代突っ込んで、工賃の20万円は赤字を食うぐらいの勢いでやってたわけですね。でこれ本当にやってたんですけど、そうするとやっぱり30万円の仕事じゃなくて50万円の仕事ができた、できるわけですね。だから、まあ、1段上というか2段ぐらい上のものが見えるようになってきて、まあ、そういう投資をしてるからこそ今はあのそれほど、例えば10万円だったらここまでいけるとか、20万円ならこんなとこまでいけますよっていう提案ができるようになったと思ってます。
ということは、皆さんもですね、毎日毎日そんなサスペンションばっかり考えてないし、毎週毎週乗ってセッティングなんかしてないし、友達とセッティングの議論について、スプリングレートについてずっと語るとか、専門書読むってことをしてないんであれば、セッティングを理解するには、まあ一生とは言わないんですけれど、すごい勘のいい人だったら 2,3 年ぐらいで、その勉強というかですね、ちゃんと学ぼうって気がない上で、セッティングについて話を進めておこうと思ったら、10年経っても覚えないっていうのが当たり前だと思いますから、自分自身がどの程度でのセッティングがしたいのか、ちょっと質問して、それで あそういうことなのかって分かりたい程度だったら、それもそれで好奇心って意味ではいいことだと思うんですけれど、本気で突っ込んでいくと、やっぱり泥沼っていうかですね、まあ、今の最近の流行りの言葉で言うと、この沼ってやつですか、まあ、本当に深い暗中模索みたいな状況に入っていくと思うので、まあ、それを楽しめないと、なかなかセッティングの根っこの部分って見えてこないと思いますし、それがそこで困っちゃったら、どうしたらいいんだってなったら、そういう時は、まあ、うちだけじゃなくてもいいんですけど、セッティングの上手い人、セッティング講師、もしくは信用できるバイク屋さんとか、サスペンションのお店に行ってみると、お金はかかるけど、自分がそれまで分からなかったことがちゃんと理解できる。皆さん理解するために学校って行くと思うんですけれど、でもサスペンションの理解するためにサスペンションスクールってのはないんで、ならばどうするかっていうと、どこがっていうのはなかなか分かんないですけど、サスペンション屋さんに行くとか、もしくはお店、そのバイク屋さんで信用できるバイク屋さんに行く、でセッティングしてもらってお金を払う、でそれで明らかな変化があったら、なんでこんな風になったんですかっていうのを、セッティングの料金の範囲内で聞くっていう、そのセッティングの質問で2時間3時間したら、その2時間3時間分お店とかサス屋さんが困っちゃいますから、まあできれば10分15分ぐらいで質問して、で乗ってまたずっと考えて、また質問の無駄が削ぎ落とされて、確信に迫った質問を見つけたら、ポッと5分10分行って質問してみるっていうのが一番いいと思います。まあ、うちはですね、まあ質問したらされたら、まあ時間によりますけど、できる限り答えるんですけど、やっぱり工場業務なので、手を動かさないと商売にならないっていうところがあるので、まあ極力ちょっと答えたりはするんですけれど、他の店さんも普段の仕事がある中で返事するっていうのは大変だと思うので、まあ、そこは質問していいですかとか、時間いいですかっていうような形で、先方さんに質問が問題ないかを聞いてもらった上で確認するといいと思うんですけれど、まあ、今回の話はだいぶ右行ったり左行ったり、何が何だかって感じかもしれませんけど、まずはセッティングについて悩んでることがあれば質問してもらって、で面白ければ動画にして、でセッティングっていうのは、まあまさしく泥沼なんだよっていう、分かってれば、道筋が見えてれば、まあ蜘蛛の糸ってわけじゃないんですけれど、まあこう登っていくことはできるんですけれど、でそこでその後ろからその登ってる人間見つけて、質問するっていうことも、質問、まあ売家さんとか業者さんだったら依頼するとかっていうことをしていけば、その地獄から、地獄っていうとちょっと楽しい地獄、セッティングは別に泥沼って言ったけど、別に地獄って言ってもそんな苦しいけど楽しいっていう部分ですから、まあ、その暗闇の中に一筋の光明が見つかるかもしれない。でその蜘蛛の糸で登り始めた人に、登り始めた人に質問というかする場合は、バイク屋さんとかサスペンション屋さんだったらお金を払うという行為で、ぜひ依頼いただきたいなというふうに思います。うち以外にもですね。まあ、そういったことで今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。また。最後までご覧いただきありがとうございました。
内容は理解いただけましたか？わからない、それは問題ですね。それなら前回はこの動画を見て理解を深めてくださいね。声のお供はことざでした。